埼玉県出身中学3年生15歳の清宮麗です。よろしくお願いします。はい、お願いします。もう泣いちゃってるけど、すごい、もうずっと緊張してるんですけど、麗ちゃんまだ中学3年生っていうすごい若いんですけど、実はこの隣にいる桃子のことが好きらしくて、握手会にも行ったことあるらしいんですよ。あ、そうなんだ。うん、どうだった、その時の桃子は。かわいい。かわいかった。桃子覚えてる？覚えてません。嘘。まあ、いっぱい並ぶからね。覚えてないの？さて、そんなれいちゃんなんですけども、私と同じ埼玉県出身で、一緒なんですけど、結構自然豊かな田舎の方出身なんだよね。はい。はい。はい、どうした？れいちゃんは毎日学校まで片道1時間歩いて通っています。はい、で歩いて1時間ってことなので 3.6 キロぐらいだと思います。なんか桃子も結構歩いて鹿児島で通ってたみたいで、桃子的には1時間歩くとやっぱ 3.6 キロくらい進むらしい。え、チャリンコとかダメなんだ。はい。なんかもういくら遠くても全員歩くな。マジ。しかも歩いてるとやっぱ日に焼けたりするじゃないですか。なんですけど日焼け止めを塗ることも禁止されていたそうで、いろいろね。そしてレイちゃんは5歳から小学4年生までアメリカのサンフランシスコに住んでいたんですよ。そうなんですよ。すげえな。今回4期生には英語が話せる子が2人ももういるということで。おろろろろ、英語喋れんの？だったらさっきここと喋ればよかった。確かにそうですね。で英語もなんですけど、小さい頃から体操をやっていたそうで、アクロバットがすごい得意なんですよ。あら、機械体操屋さん。はい。お、すげえじゃん。それでは特技のアクロバットと英語で大人の好きなところを言うを披露。おお、ちょっとそういうのか。すげえじゃん。I like her accent of the 鹿児島 dialect。 おお、まだあんの？続いて、おお、 I like her smile when she laughs。 おお、 I like クリスマス伝えます。ほんで、おお、びっくりした。 When she stands on stage, she looks very shining and おう、ん？私のお姉さんはシャイニーが好きです。言ったのね。日本語だと、ステージに立つとキラキラしていてオーラがすごくて、すごい存在感が大きくて憧れです。言いたかったです。そんな長く言った？後半は日本語だったけど、まあいいやな。まだあるんだよね。まだある。まだあるんですよ。はい、思いっきり行こう。おい、なあ、おい、すごいな。おら、すごいよ。 She's so fair and she's cute, so I love her。 キュートだ。キュートだ。次がラストです。うわぁ、うわぁ、大園さん大好きです。すごい。そんなレイちゃんは好きな食べ物がホルモンとみかんだそうでして、みかんは1日に10個も食べるんだよね。そこで買ってきてくれた時は止まらない。止まらない。おお、ちっこくちゃんが。それどうやって食べるんだっけ？皮を、オレンジの皮を剥いて、白いのを全部なくなるまで取って、でまた中の皮も全部剥いて、身だけにして食べます。おお、じゃあ食べるまで時間かかんね。そうなんです。15分かかるらしいんです。1個食べるの。ホルモンも全部剥いて。ホルモン全部食べるの？皮から焼いて。この丸いやつのところに端っこにこうやって置いていくと美味しい。育てといてね。なるほどね。油の方からやるとなくなっちゃうからね。なるほどね。そうそう。レイちゃんのバナナマンさんの印象っていうのを聞いてみたんですけど、設楽さんが意地悪だけど優しい。そうね、意地悪だけど優しいよ。で日村さんが気持ち悪い。ちょっとだけ。ちょっと、いや、ちょっとはこっちのセリフだよ。いや、ちょっとじゃないよ。でも気持ち悪いだけじゃなくて、あと面白いっていうのも言っていました。それ早めに言ってきてる。忘れちゃう。ありがとう、ありがとう。あ、いや、忘れなかった。あれ元気だね。元気だね。元気だね。チャージでじゃあ。元気。これ山を舐めてるやつには天罰が下る。やばい、天罰くらう。やべえな、もう。今のが天罰。今のが天罰。この後清宮は山の神からさらなる天罰を受ける。
そして登山再開。するとまたあいつが。元気だな。後先考えない天真爛漫ガールに山の神が再び罰を与える。どうしよう、楽しそう、明日一緒にどっかに行く約束してたんですよ。でもドライブインでしょ。危ないって言うの忘れちゃった。携帯も持ってきてない。席も取ってあるの。私がチケット持ってるんですよ。何が？こうしてセイニアは大切な友達と体力を失った。なんでよ。さらに、どうした、どうした、風に吹かれちゃった。自らペースを乱したセイミアは消耗が激しく足を思うように動かせなくなっていた。あーもうダメじゃん。何やってさっき。ちゃんはすごいね。すごいね。ちゃんとね、みかんを11個持ってこようと思ったんだけど、うん、例のお小遣いじゃちょっと買えなかった。